マディス・オジ・ジャオホエは、ベルギーとガーナのサッカー選手。元ベルギー代表。ポジションは MF。5歳の時に、地元のカーヘントの下部組織でサッカーを始めた。その後 RSC ・アンデルレヒトの下部組織に移籍し、2006から07シーズンには、リザーブチームで優勝した。2007から08シーズンにトップチームに、昇格。 12月22日の試合で初めてのフル出場と初得点を記録した。2008年1月初めに、ブンデスリーガのハンブルガーエース V に移籍。2009年1月9日に90万ユーロでクラブブルフヘに移籍した。2014年8月にエフルチャンピオンシップの乗り地、シティ FC に移籍。9月16日の試合で途中出場し、イングランド初出場を記録した。 怪我に悩まされ満足にプレーすることはできなかったが、チームはプレミアリーグに昇格した。2015年9月には1ヶ月の期限で、エフルチャンピオンシップのロザラムユナイテッド FC に期限付き移籍した。2016年8月にエクストラクラサのレギアワルシャワに完全移籍。42試合で5得点14アシストを記録し、リーグの最優秀ミッドフィールダーに選出された。 2017年7月9日にオリンピアコス FC に推定250万ユーロで移籍し3年契約を締結した。8月16日に UEFA チャンピオンズリーグ2017から18予選の HNK リエカ戦で移籍後初得点を記録した。11月22日には UEFA チャンピオンズリーグ2017から18グループリーグでも スポルティングクルーベでポルトゥガルから得点を記録した。2018年7月21日にカーヘントが2年契約での加入を発表。2017から18シーズン終了前にペドロ・マルティンス監督の構想外であることを告げられた。彼は UEFA チャンピオンズリーグで得点を決めたスポルティング CP から興味を持たれていたが、 死に者ミハイロビッチ監督が解任されたことによって破断となった。そのため220万ユーロで故郷のヘントに19年ぶりに戻ることとなった。代表としては一貫してベルギー代表を選択した。U-23 代表では北京オリンピックに参加し2試合に出場した。2010年11月に血筋であるガーナのパスポートを取得し、 バーナ代表に転向する考えも持っていると明かした。しかし、同月17日に、ベルギー代表として、ロシア代表との親善試合に臨み、90分から、エデン・アザールに代わって、途中出場した。その後、2011年3月に UEFA ユーロ2012、予選のアゼルバイジャン代表戦に、スティーブン・ドフールと交代で90分から、途中出場したため、 ガーナ代表として出場する権利を失った。ありがとうございます。